面白い会社ですよね。付録がやたら豪華だったり、あでもこれほとんどおもちゃでしょって、うん、科学と学習、特に科学の方の付録っていうのは憧れだったよね。であれ取れてる、あれを購読してる家の子供がすごい羨ましかったな。やってました。なんか、うん、買ってたんですか。あの科学と、もう一つありましたよね、学習。学習はつまんないんですよ、うん、なんか変な勉強させられてるみたい で、 そうそう。で僕は学習は絵だっつって、うん、科学がいい。なぜかというと付録が面白いから。そうそうそう。あ、買ってたんですか。1年ぐらいですかね。あ、いいな。でもだっておもちゃですよ、付録ほとんど。だから羨ましかったのよ。あの人間の、標本、骨格の頭から足まで全部ついてるんですけど。もっと実験的なやつもなかった。ありました。ねえ、ビーカーで青や赤の液体を混ぜるんですけど、うん、何のこっちゃわからないんで全部混ぜて。お、泥遊びと一緒ですよ、子供の。そんな読みませんもん。これとこれ合わせると何になるなんて、めちゃくちゃやって。そうなんだ。ええ、あの科学者ごっこですよね、要するに。だと僕はそうしてたんですけど。で、学研の中にある漫画がつまんなくてつまんなくて、イライラしてましたね。あの要するに、あの大人漫画みたいな絵で、うん、庄司貞夫さんみたいな、うんうんうん、原平系の絵 で、うん、でちょいちょいそのタンパク質はねとか言ってるんですけど、うん、全然面白くなくて、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、うん、イライラしすぎて、うん、きっとこの人売れないからここで描いてるんだろうなって、ええ、面白くないんですもん。やっぱし面白かったらそうやってジャンプやコロコロに行くもんなって、うん、でちっくんたっくんって石森先生の漫画家もありまして。あれ石森先生だったの。そうです。ペンギンがシルクハットかぶってるみたいなやつで。でもテレビの方は全然石森色じゃないよね。そうですね。あの絵はあれがアニメになった時に、うん、え、ちっくんたっくんアニメになったのって。それ何人の連載してたんですか。ちっくんたっくんですか、うん、学研です。あ、それ学研なんだ。ええ、だからちっくんたっくんアニメになった時、あ、アニメにするもんないんだなってなんか絞り出してる感じがしてちっくんたっくんまでアニメにするのってでもよく学研で書いてたなって石森先生が。ああ。なんか多分アシスタントがやってたんじゃないですか。そうかもしれないですね。そうですね、ちっくんたっくんもちゃんとアニメになったんですよ、うん、その悪のなんかちっくんたっくんに一応敵がいるんですけど、うん、それが千葉茂さんがやってましたね。ああ、はい。どんな漫画なんですか。それすら覚えてないんですけどそう、ね、一応学研に乗ってる時はふざけながらお勉強、うん、当然その、うん、学研ですから何でしたかね。まあでもそれならテレビにしやすいかもしれないね。多分アニメの方はお勉強の要素はなかったと思いますよ、ね、そうなの。ええ、ただその相手とチックが やり合ってただけだと思いますけど、学研は当然そのお勉強を盛り込まないといけないんで、うんうんうん、あの勉強のことを言いながらわちゃわちゃするですよ。科学の方ですから。そうですね、何でしたかね。引力がどうのこうのとか、うんうん、そのタンパク質がどうのこうのとか、盛り込みながらの、うん、わちゃわちゃっていう、うんうん、それがアニメになってそのお勉強の部分がなくなってたので、うん、これもうね、アニメにするものがいよいよなくなってきたなっていうことを感じましたね、うん。コンタックは僕は高校生ぐらいの時じゃないですかね。あ、59年ですね。はいはい、はい、でまあ自然な流れでだんだんアニメから離れていくわけですけど、うん、でもさすがに15歳、14歳はまだ見てましたけどもね。そうですね、昭和57年にマクロスで何、はいはい、かやってるって思って見て、ええ、先輩見てました。マクロス、いや
ガンダム見ない人がなんでグマッチっていう、まあ、ガンダム見なかったのは、うん、あのタイミングを逃したんじゃなくてソロなんにロボットものが年が上がっていたから、うん、そもそもロボットものが子供の頃からそんな好きじゃないし、だからマジンガーも見てないわけですよ。 あ、そうですか、でマクロスはただ周りがすごい騒いでた、周りのそのアニメマニアとかは。そうですか、うん、あのガンダムよりちょっとオタク系で、ですからそのヤマトとかスリーナインみたいな、うんうん、ちょっとあの匂いのする感じなんですよ、うん、健全な感じがしなくて、ガンダムは誰でも飛び出たんです、その格闘技少年とかも飛び出たんですよ、すごい魅力だなと思うんですけど、でマクロスは本当にアニメとか飛行機が好きな人たちが飛び出たんで、そっちの方がまともだと思うんですけどね、うん、ガンダムがすごすぎるんですよ。マクロスってどういう話なんですか基本。やっぱり侵略者が攻めてくるんですね。やっぱロボットものってそういう作りしかできないかな。侵略者ですね。あとその日本人の感覚ですね。バルキリーってあったじゃないですか。飛行機がロボットになるんですよ。あ、飛行機がロボットになるんだ。それもガンダムよりよくできてるっていう。で実際にそういうおもちゃがあったわけでしょ。ありましたよ。しかもこのおもちゃ会社も技術が上がって。うん、ちゃんと作品と同じようにロボットになるんですよ。そこですよね。飛行機が。だからそれもそういう年代の時に見てたら相当ハマってたと思うんですよ。私もそういうの好きだから。なるほど。うん。あ、もう年が結構いっちゃってるので。もうだって高校生とかそれ以上ぐらいだから。うん。そうですね。だからおもちゃには興味は持たないからね。その。だから自分がそういう子供の時だったら絶対にハマってたろうなとは思うっすね。だからそのマクロスはその。リン・ミンメイっていう女の子をアイドル化させて、そう要するにアイドル的な要素を入れて、そのアニメの漫画の中の登場人物に何つうんだろう、現実のアイドルに寄せたような活躍をさせた最初なんじゃない。そうですね。でその後クリーミーマミー来るという。ああはい、うん、そうですね、戦闘ものに戦ってんのにアイドルいるみたいな、混ざったなっていう。だから何でも詰め込んじゃえみたいな。そうですね、混ぜる戦法できたな。ごった煮だよね、ごった煮。そうですね、うん、もうまあ自然かなと、うん、あの手法としては。まあね、あと何ある、何ができるっていうことだと思うんですよ。だから、まあ、じゃあマクロスは結構面白く見てたんですか。いやもうちょこちょこです。なんかやってるって。あのまあマクロスって巨大な宇宙戦艦があるんですね。はいはい、巨大といっても町一つ分ぐらいでかいらしいんですけど。はいはい、その中にあのビルとかがあるんですよ。はい、まあ、そこもちょっと個人的には面白いと思ってますけど、そんな車走ったりするんですよ。マクロスの中を。でも所詮狭い。そのマクロスの中ですから同じ人に会ったりするんですね。で友人とあのこう車で走ってる時に同じその知人にその日に2回目会ったりするとですね、その友人がなんかマクロスみたいになってきたなみたいなことを言ってましてね、あの狭い中でぐる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 回ってらみたいな。そうなんだ。ええ、